まだ起きてたのか？遅くなるから待ってなくていいって言っただろ。よく見ろ、ほら、正真正銘本物のロカだろ。ただのかすり傷だよ。心配ない。ちゃんと手当てもしたからさ。うっかりナイフで切ったんだ。リーダーだっていうのに情けないよ。なあ、眠くないか？もう休もう。出したら近所迷惑だろ。夜はおとなしく寝るもんだ。広い湖だ。まるで海みたいだな。だけど砂漠には本物の海はないんだよな。このままじゃいつか海の本当の姿を忘れてしまいそうだ。でもそれはそれでいいのかもしれない。幸せな思い出ばかりじゃないしな。純粋な喜びっていうのは本当にあるのかな。なんだ。どうした？言いたいことがあるんだ。あのさ、今日何を着ていったらいいと思う？そりゃ気合も入るさ。長い探検から帰ってきて久しぶりにお前に会えた上に遊園地デートに誘われたんだぞ。あ、あともう一つ。今日の髪型、どう思う？ああ、ごめん。実はもう食べちゃったんだ。これからちょっと金石のところに行ってくるから、食べててくれ。すぐに戻るから、そしたら遊園地に出かけよう。こんにちは、美しいお嬢さん。あなたを本日デートにお誘いしてもよろしいですか？このろ過の隣の席がちょうど空いているのですが、よろしければいかがですか？
食べたいのか？じゃあここで待っててくれ。買ってくるよ。お嬢さん、どなたかお待ちですか？このアイスクリームを待っているんでしょう？あなたが待っているのは左手のストロベリーアイスですか？それとも右手のチョコレートアイスですか？正解。お前のロカはここにいる。さ、溶ける前にアイスを食べよう。金石に頼んだ。デートするならサプライズ演出がいるだろうってこの着ぐるみを見つけてきてくれたんだ。驚いてもらえて何よりだ。いいな。乗ったらどんな感じなんだろうな。鳥になって鳥になったよな。俺の絵を描いてくれるのか？そういうことなら任せてくれ。面白かったら後で一緒に乗ろうな。どこが下書きなんだ。よく書けてるじゃないか。それならいい額縁を用意しないとな。完成したら家の一番目立つところに飾ろう。これすごく面白かったぞ。今度は一緒に乗ってくれるだろう？あそこで少し休まないか？空は俺を自由にしてくれるんだなって。ブランコが回り出した時頭の中にあったいろんなことが全部吹っ飛んで風の音だけが聞こえてたんだ。あの時全ての重圧から解放されたような喜びを感じたよ。その上地上に降りればお前を抱きしめることができる。
そう思うとすごく安心したんだ。ここには人がたくさんいるのに、こうしていると俺とお前の二人しかいないみたいだ。おかしいよな。お前と一緒に過ごす時間は、俺たちが俺たちの手で作り出した俺たちだけのもののような気がしてる。俺がお前の夢の中にいて、お前も俺の夢の中にいる。遊園地に来るたびにここが好きになっていく。きっと毎回お前が一緒だからだろうな。次も一緒に来てくれるか？外でコレクションの整理をしていたんだ。額縁をきれいにしようと思って絵を外したら、俺見つけたよ。それであの日俺を遊園地に連れて行ってくれたんだな。これを見て真っ先にお前に言わなきゃって思ったんだ。答えを直接お前に伝えなきゃって。あるよ、あの日見つけたんだ。ああ、俺もそう思うよ。それはいいアイデアだ。でも随分と気前が良すぎるな。お返しはどうしたらいい？そうか、だったら全部やるよ。俺の喜びも真心も愛も全部お前のものだ。